第59回競輪祭、いよいよ決勝の9人が決まりました。まあ、ちょっとその前になんですけども、はい、1年間九州の中川誠一郎、そうですね、怪我も多くて苦しかったと思うんですけど、はい、Sさんとしてと頑張って、そうですね、SQS さんのパンツを履いて、はい、まあ、1年間っていうのは本当にあの、まあ、誇り的なものあるんですけども、うん、やっぱり厳しい、うん、やっぱりこう注目されるということでね、本当にあの責任を負った、1年感じゃなかったかなと思いますね、はい、ちょっと、はい、今年はグランプリ出場がないということで、はい、赤いパンツは脱ぐことになりますけれども、大きな経験になってつなげてくれるのかなと。そうですね、あの体調さえ良ければね、はい、あのものすごく、いいものを持ってますし、やっぱり1年続いていい成績を収められたんじゃないかなと思いますけども、うん、やはり役者等があるとどうしてもですね、うん、ああいうスピードタイプはちょっとこう厳しかったかなという感じしますね、はい。決勝にはまあ九州から北鶴翼が1人ということになりました、はい、本当に1人でもね、あのこの、うん、あの競輪祭というのはやっぱり過去九州勢がね、はい、あの多くタイトルを取った、G1 でもありますし、やっぱりこう1人でも乗って、チャンスがあるということでね、ぜひ、決勝戦頑張ってほしいですね。特に本当に小倉の人間というところ、北九州の選手というところで、そうですね、純粋なね、はい、北九州の選手ということで、今日、準決勝1着来たことはあのすごいファンからの声援を受けてましたね、うん、多くのファンにこう感動を与えてくれたかなと思います。そうですよね、もう一本期待しながらですけれども、はい、決勝ちょっと難解なレースですけど予想していきましょう。はい、決勝は12レースです。まず並びは1番2番新田雄大に諸橋めぐむがマーク、7番3番深谷智弘金子隆、8番5番木倉八千代が前で平原浩太、9番6番山中秀武に渡辺春友で、4番の北鶴翼が探知になります、はい、細かく分かれるんですけれども、はい、秋彦さんとしては狙いはどこでしょう。そうですね、やっぱり3日間の動きを見ると、はい、新田は外さない、外せないなと、うん、いうことですね。あとはもう平原が、はい、まあ準決勝クリアできたということで、うん、まあ平原の前に木揺れが作って、木揺れがいるということで、やっぱりこう混戦なのかなっていう感じがしますので、うん、ただ、深谷の動き、調子も良さそうなので、師匠の金子が作っているので、うん、先行対戦入ればまあ新田もそう簡単にはまぐれないのかなっていうふうに思いますけどもね、うん、やっぱりこう気ぐれの動き次第では新田がまくって出番がやっぱり出てくるのかなという、はい、さらにその動きを見ながら北鶴が力をためて、はい、新田と北鶴の勝負が見たいなということでこういう目にしました。私としてはですね、やっぱり北鶴翼、はい、本当久しぶり2009年の大会以来決勝なんですよ、はい、まあ、本当に昔から高校時代とかからもう華やかな生活経歴があって、はい、いつ G1 優勝してもというところだったので、本当に G1 優勝待ち続けているというところがファンの思いだと。そうですね、準決勝の動き見ると、はい、かなり落ち着いてる感じがしましたし、力はですね、本当にスプリンター本当に、10秒切るような足を持ってますので、はい、ここは楽しみですね。本当に持っている世界レベルのパワーで、はい、待ちに待つファンのもとへ G1 優勝を届けてほしいと思います。そうですね、決勝の結果で本当にグランプリの順位決まるわけですけれども、はい、桑原大志、重複優勝権利を持っている選手が勝つと、もう滑り込みというような環境でもあるんですけれども、秋彦さん、まあ、桑原大志の、はい、すごくこうマーカーとして認めているところがあると思う。そうですね、今回3日間もう諦めないっていう姿勢がすごく伝わってきましたね、うん、やっぱりグランプリ、9位ギリギリということで、うん、もう本当に全選手がグランプリ出たいっていうのは本当にこう、私もグランプリ出てそういう風に感じてますけども、やっぱり桑原のね、最後の最後まで、まあ明日、特別優秀、それも6着7着、はい、タイヤ差で
ギリギリ6着に乗ったということは、うん、あ彼自身、すごい、まだまだ諦めてないっていう感じはしますよね。本当にこの最後の最後の戦いというのを、はい、見届けていきたいと思います。